何？小林さんちのメイドラゴン S とかっぱ寿司がコラボだと？はい、これは直接店舗に赴く必要があります。ガトーよ、対極的にものを見よ。モノマネが似てない。杉田智和アジルスチャンネル、こんばんは、杉田智和です。もう動揺が現れてるでしょ、まずいよ。どうすんだよ、かっぱ寿司とコラボ行くしかないじゃん。でもかっぱ寿司の思い出は25年以上前かな。隣町の松本電機に行った帰りに祖父が連れてってくれたんですよ。松本電機かっぱ寿司ってあってね、記憶が確かなら。それくらいかな。その後、まあ、いい中年になりましたけど、自分の力で行けないってことはないんで、行こうかなと思ったんですけどね、埼玉なんだな。まあ、いろいろあって帰るわけにいかないんで、どうしようかな、かっぱ寿司どこにあるかなって、まあ、サイトで調べてみたんですよ。そしたら、あ、ここ知ってるかもっていうのが見つかりました。練馬、ぬくい店でございます。はい。なんでかっていうと、キラメージャーっていうのは、まあ、特撮、声優として、僕出てたんですけども、東京東映撮影所に行く途中の道沿いにあったなーって、見たことある。あ、ここ行けんじゃねっていうことでね。いやー、行くしかねえわ。なんて言ったってね、小林さんちのメイドラゴン S、クリアファイルもらえちゃうんだな。これはもう戦いよ。ガトーよ。これはもう戦いだ。戦いでありますか。じゃあ今から、かっぱ寿司練馬ぬくい店に行くしかない。しゃあ、着きました。かっぱ寿司です。ちゃんと近くの自販機には IC スパークも売ってんのね。いいな。いやー、来れた、嬉しい。ちゃんとメイドラゴンのクリアファイル手に入れようと思います。エルマ様、お待ちください。アジルスチャンネル。はい、毎度おなじみじゃない天の声です。かっぱ寿司さんにやっと来れたよ。寿司を食べる順番ってあるじゃないですか。僕は知ってますよ。色の薄いものから食べていくって言って、某あの春日部に住んでる園児はお友達のねねちゃんちのお母さんが引くぐらいね、まず中トロから食べてるっていうのね。何、いきなり中トロって言って。あと覚えてるのは、あの清水市に住んでる小学生の女の子が、あのおじいちゃんと一緒に寿司屋に行って、キャビアの軍艦がなんか頼んで、おじいちゃんがずっとしめさばって言ってるのがね、あれでむしろしめさばが好きになったよ。しめさば、まああの小肌ってあるじゃないですか。お店でこう酢とか、まあ昆布締めだったら昆布で締めるんだけども、でもさ、酢の物の締め物ってあのお店の味なんだよね。これ多分翔太のなんとかのパクリなんだけど、あのお店の味だから店舗ごとの特色が出たり、お店の長所が出るところだって。今食べたのはイカですね。イカ、イカ美味しいね。イカ美味しいゲソよ。覚えてんのは、あのなんだ、スポンサー付きのカーレースかなんかで、あのランボルギーニと初音ミクさんとイカ娘がこうデッドヒートして、実況の人がイカが来た、イカイカイカ娘イカ娘って横の人がめっちゃ笑ってんのね。それ素晴らしいですね、イカ娘です、イカイカってずっと言ってるのめっちゃ面白かったよ、あんな面白い実況はテレビチャンピオンのゆるキャラ王選手権のあのヤオイちゃんっていうのが走ってきて、ヤオイ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 ってずっと叫んでる、あれぐらい面白かったね。ちょっと動揺したのは、あのナスの握力漬けを食べた翌日にも、あのナスの浅漬けを頼んでしまったというね。あ、ナスとナスで被ってしまった。あれは縁側かな。いや、縁側って大好きなんだよね。ヒラメとかカレイの筋肉の部分だよね、あれ確かね。だから油と旨味が詰まってるっていうのはね、私はいいんですよ。ちなみにさっきイカで何を言おうとしたかというと、あのイカを塩で食べるのが美味しいっていうのは、私池袋にあった携帯ショップの2階にあったお寿司屋さんで教わりましたよ。いやー、なんか超個性的な店舗で、寿司が握れるっていうことが自分の中のすごい人間のバロメーターだから、握れないやつのことは認めないみたいなこと急に店主が言い始めて、中二かなって思ったんだけど、お前はどんなやつか知らねえけどっていうような感じだったから、次あの母親連れて行ったり、あの梶田君連れて行ったりしたら、なんかお前親孝行はできんだなとか
だんだん認められ始めてきてでも優しかったよ。ちょっと多めに握ってくれたりとかね、おすすめをね、なんかこう教えてくれたり。ああ、やっぱり寿司屋ってなんかコミュニケーションなのかななんて思いましたけども。あと僕は野良って呼んでるんだけど、あの野良で参加して周りにいる他のお客さんですね、それにどういうコミュニケーションを取るかみたいなのがね、やっぱね、たまにねこっちに向かって話しかける人もいるんで、今ちょっと無理なんだけども、以前はそういうコミュニケーションやっぱ面白かったなと思って。いやー、その話が面白いんだよね基本一人で中年の男性が来てるとやっぱ珍しいらしくてねいやでもな、いろんな話したな。また寿司屋やそういうお店に行きたいなって思うんだけど、なかなか行けず。でも最近回転寿司で気軽に出てくるようになったのが、あの炙り系のメニューですね。あのトロの炙りはどうだいでおなじみのバーナーさんじゃないけども、なんか炙り寿司のうまさが浸透したのか、縁側も白身魚もさっきもちょっと出てきましたけどね。あとね、まあ、ちょっとねそれはタイプは違うんだけども、かっぱ寿司さんで、あの生まれて初めてこの後頼むんですけども、ハンバーグ寿司っていうのがあってハンバーグ、牛ロース、豚カルビと、えって思うじゃないですか。なんとかっぱ寿司さんカテゴリーに肉っていうところがあってああ、なんかもうそれぐらい肉寿司ってね、今ずいぶんメジャーになってて、普通にねあのスーパーの寿司コーナーとかでも見るようになったんですが、おエビかな、これはエビだね。エビって言ってもいろいろあるじゃないですか。バンダイナムコさんみたいなあの名前のエビ、バナエイエビみたいなの、あとはなんだろう、赤エビ、シバエビ。シバエビはあの翔太くんの永遠の恋人なんでね、シバエビがないと成立しないぐらいこうシバエビへの依存度が高いからね、すぐ茹でたエビの裏とかにね、シバエビのおぼろっていうねシバエビは美味しいよ。うん、あのあとは白エビか、白エビっていうと金沢とか富山県かな、あの辺に行った時に新幹線の通ってるその駅の上に回転寿司屋さんがあって、そこで出てきた寿司がまあ全部うめんだこれが。ええ、あのノドグロとか、あとはガスエビっていうのがあって、吸い込んでみろって、あその人じゃなくてね、でも想像するのはそのコースティックおじさんなんだけど、コースティックおじさん回転寿司行くのかな、今行かねえか、行ったら面白そうだけどね。まず体が大きいからこうちょっと席の場所を取ってね、おいおいブラザー、そんなところに座ってると隣に座れねえじゃねえか、ソーシャルディスタンスを取れって言って、ね、何、レジェンドのみんなで行くのジブとコースティックはもうなんか一席ずつだな、うん、さて軍艦物を食べてますが、軍艦物はね、おい軍艦ってやつかなそれはボーボーね、うん、軍艦何好き、渋いところで縁側わさびっていうのがあって、ちょっと刻んだ縁側に茎わさびみたいなのが入っててね、おどうした、お前何してるんだ、おっとここでこの中年回転寿司でフライドポテト頼んだぞって思うじゃないですか。侮れないんですよこれが、すごいよね、あのレッツポテポテフリポーって書いてあって、テンションどうなってんだお前パーリーピーポーか、お前はフリポンがしゃあーあいつら、おお頑張って振ったね、うん、いや本田そんな力入れてないんだけども、いつからか唐揚げとフライドポテトが登場したんですよ回転寿司に。最初は誰頼むかな、あキッズ層かななんて思ってたんだけども、頼んでみたらね、今の顔見て分かったでしょ、美味しいのびっくりした。あれね、梅かつお味だったと思うんだけどもね、いやこれがうまい。はい、私はね絶対に回転寿司に行ったら頼むのが味噌汁で、海苔汁が大好きでね、うん美味しいよね。いやでもね、汁物が美味しい寿司はね、いい寿司屋なんでね。ん、これは天ぷらかな、天ぷらじゃなくて天ぷら寿司かなっていうね、天ぷらも寿司にしてしまうという。まあほら天丼とかあるでしょ、だから基本炭水化物と炭水化物の衣をまとった天ぷらはもう爆裂に合うんです。そして天つゆじゃなくて醤油でいただくと。そしてこのかっぱ寿司さん、何が素晴らしいってね、あの醤油が3種類あるんですね、通常醤油、減塩醤油、そしてだし醤油と。ケンシロウ、いい時代になったものだと言いながら塩でも食べるんですけどね、塩が合うのはイカ、あと貝類、エビも合いますね。ちょっとレモンとかすだちを絞っても美味しいですね。来ました、ハンバーグなんかハンバーグって言うとハンバーグ師匠さんってすごいね、みんなあの言い方になっちゃうんだな、
うん、僕の中で井戸田さんか山下大輝くんかどっちかっていうね大輝くんがハンバーグとかこんばんはとかこんにちはって言って肉の画像貼るの大好きなんだけど、本当に連れてったお店貼ってくれたことがあって、あれ嬉しかったな。また行きたいな。おっと寿司、今度はなんだ、かっぱ寿司さん何がいいってね、あの一貫ごとも頼めたりするんだよね、これがね。ええ、これなんだろうな、これなんだろうな、白身魚かな、それとこの横は、ああその横はやっぱりアナゴ、アナゴの寿司。アナゴもウナギもそうなんですけどもね、あの爪って言われる、あのかかってる甘いタレですね、この爪がかかってるアナゴがねまた美味しいんだけどね、世の中にはですね甘い爪以外でアナゴを食べる人がいるんですよ。え、そんなことが可能なんですかって、あるんだよ。まあ似たようなフォルムの魚でハモっていうのがあるんですけど、まあ皆さん大抵ね梅肉ソースで食べるんですけども、そうじゃなくてそれこそ塩で食べたりとかわさび塩で食べたり、あと知ってますか、ハモって湯引きしただけじゃなくて生でも食べられるんですよ。僕は人生でハモの刺身って食べたことありますけどね、これが美味しかった。うん、本当にって言ったら来ましたよ。ちょっと何ですの、ゴールドシップさん、回転寿司屋に来てフライドポテトやラーメンを頼むなんて、あっけやろ、回転寿司屋のラーメンはなこの世で一番うまい食べ物の一つなんだぞって。全くその通りです。見てください、この貝出汁の塩ラーメン、これね貝出汁が効いててねうまいんだよね、これがね。他にもね醤油味あり、あと何があったかな、もう一種類ぐらいラーメンもあったんですけども、いずれにせよねラーメンって名の付くものは大抵うまくなるようにできてるんですよ。デザートは抜け目なくプリンなんかいただいちゃったなんかして、一応この辺はねマックインリスペクトも込めてね、どういうことですのこれがねお寿司屋さんの顔といったらね、まあ、さっきあの店の味は酢の物って言いましたけど、卵焼きなんですよ。卵焼きもすごく個性が出るところで、で卵が美味しいお店のプリンはうまいっていう、つまりそういうことですわ。ええ、美味しいんだよな。アジルスチャンネル。よし、無事手に入れたので今から帰ろうと思います。退散。つい帰ってきました。こちらね、実は高階遠野張りのシックスマンも第6の存在まであるというね。いっぱい食べたよ。だって1枚あたりそのクリアファイル1枚もらえる条件が2000円だからね、結構頑張りました。いやでも本当に美味しかったですよ。うん、久しぶりに行った回転寿司はとてもファミレス化が進んでいて配慮も行き届いていてですね、とても良かったなって。うん、ああエルマ様、随分サーモン持ってニコニコしてますけど、あ、それこそトールがね、この顔ですよ。この顔で、エルマ、この豚がって、回転寿司に来て、初手からケーキ2つにパフェですかって、ほんと分かってないですね。って言いながら自分の尻尾寿司を小林さんに食べさせようとする。小林さんは開幕からビール飲み始めた。なんかちょっと寂しいなと思って、例えばこのルコワさん、絵の中に翔太くんいないのよ。気持ちなんか寂しそうな顔に見えるから、この中に翔太くんの絵あるでしょ、こうやって入れんのよ。予想だとちょっと翔太くんが映るのよ多分、それで保管するのがいいかななんてね思いました。はい、まあ、ガンナちゃんの中にあのサイカワとかを入れてね、タキヤファフ組はもう自分で作るしかないですね。自分で透明のファイル買ってきてやるしかねえわ。見てろ、本気を見してやるいや絵のチョイスも良かったな、この逆サイみたいなやつと、あとね、ちゃんと会社での姿もあるから。会社を改革するっていう会が僕大好きで、あのエルマが。会社みんなで、この後かっぱ寿司行くのかなって思うとね、あの本編も連想できて、とてもいいコラボだったんじゃないかなと思いました。まあ、僕は鋼鉄の心臓とともにですね、まあ、レジ前でですね、まあ、アプリを提示して、あの、小林さんちのメイドラゴン S の特典くださいって言って、うん。まあ、何の臆面もなく言えるわけですよ。俺は言う。皆はどうだ。覚悟ができてる。俺はできてるってことなんだけど、うん、またね回転寿司食いながら出てる出演作で行ったらどうなるかなとか考えたらやっぱりいいなと思ってね、うん、ファミリーレストランっていうぐらいだから、そういう空間の中でこう家族や集団のねコミュニケーションになれば一番いいのかなって僕は思いました。はい、いやー自分の出てるアニメゲームが回転寿司とコラボしないかな。本日はどうもありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いします。